新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。2024年がやってまいりましたね。新しい年でございますね。一応ね、これあの場所は言っていいのかな。あ、そうですね、はい、うん、まあ、ここは、まあ、和歌山県の、まあ、板木曽神社って言いまして、うん、はい、うん、まあ、あの木の神様というか、木の神様、うん、まあ、日本神話で出てくるんですけども、うん、あの日本中に、はい、まあ、木を植えられた神様、はい、イタケルの御事っていうね、いらっしゃるんですけども、日本中に木を植えた神様、そう、めちゃくちゃ偉大な神様じゃないですか。そうそうそう、まあ、そこはね、その神様を祀っている神社ということなので、はい、まさしくね、僕らにぴったりの、うん、ぴったりかなと、はい、またね、これ1月1日、うん、いいですね、こういう場所で確かに一発目動画が出せるいいですね、はい、初詣ってこんな誰一人いないことあるんですか。まあ、だってまあね、本田さん、これだってしょうがないじゃないですか。だって何がしょうがないですか。何がしょうがないですか。誰もいないですけど。そうですね、めちゃくちゃ静かで、まあ、まあ、逆にね、いいですけどね、僕らからしたらね、うん、ありがたいですけど、はい、でも僕改めて言わせてください。新年明けまして、はい、おめでとうございます。はい、ということで、まあ、せっかくなんでね、うん、あのちょっとお参りしたりとか、いいですね、ちょっとプラプラしますか。行きましょう、はい、はい、ね、新年一発目ちょっとゆるくね、ゆるくね、はい、言ってるけど歩き持っていきましょう、はいはい、なんすか。僕的には詐欺これみたいに。何を言ってんすか。何を言うてんすか急に。急に挙動不審なのやめてください。あの30センチぐらいしか進んでないんですから。いや、ほんまに。いや、だって見どころ多分今日一番の見どころかも。早ない。この杉コテ来てるじゃないですか。めっちゃ動くじゃないですか。めちゃくちゃ樹形かっこいいですけど、はい、でここから曲がってるじゃないですか、はい、これ手前に枯れてるの来てるじゃないですか、はい、来てるじゃないですか、はい、その根元見たらさ、そこフーランが。え、あ、ほんまや。ほら、あれこれこれ、これ見ずして初詣やって言ってるやろ。確かに貴重かもしれんけど、本田さん、絶滅危惧種だよ。絶滅危惧種がここにあるよじゃないんですよ。確かに本田さんの初詣なんですよ、はい、先が思いやられます。今年もこっちです。あ、下からも出てる。いいですね、口をすすいでお手を清めていただいて、2024年清らかな心と体で迎えましょうよ。心と体で、はい、さあ、はい、行きますか、お参り、はい、行きましょうか、うん、さっきちょっとこっちやっていきましょうか、うん、こちら、お、ちょっとちょっと、なんすかこれ、切ってますけども、これは、はい、また立派な、はい、元ご神木やそうですけども、はい、なんか雷が落ちて、まあ、ちょっとね、折れちゃったというか枯れちゃったということで、ご神木の多すぎ、はい、でもすごい、この大きさ、めちゃくちゃ立派ですね。そうですね、これ咲かないといかないですよ。っていうか、なんやろ、めちゃくちゃ立派なんですけど、なんか若干人のもう足のように見えません。あ、そうですね、ちょっと間が空いてますし ね、しっかりとね、めちゃくちゃでっかい。でもすごいなんかまっすぐ立ってるって感じしますよね。確かに、ね、これがなんか上まであった土台だったからだいぶ高いんでしょうね、これね。いや、めちゃくちゃ高いんじゃないですか。ああ、ね、横にもちょっと杉ありますけども、もっと超えてるぐらいの全然太さちゃいますもんね。ほんまですね、ほんとに何千年ってことでしょうね。いや、もうなんかパワーもらえそうな。確かに、はい、パワースポットですね、これは。でしょ、なんか新年がいいでしょ。ここね、あの、まさしくあの木の神様ということで、うん、うん、で、あの結構ね、あの木とかに関わりのある方とかがよく参拝に来られたりということ で、特にね、材なので杉とか、はい、そういったことでね、木材で、ね、そういうのを作ってあるので、造林されてる方とかはね、はい、すごく大事にされてるということで、はい、いや、パワーもらえますね、なんかこれ見てるだけで。いや、でもこれぐらいのサイズに育つんって本当に長い時間必要なんでしょうね、うん、ね、かかってたと思います。すごい、100年200年じゃないでしょうね、うん、ね、全然違ったですね。すごい太さよこれ。いや、力もらえますね、うん、あ、新年早々いいもの見ましたね、うん、そうよね、ほんまに力もらえる、うん、あれなんかも、これも新年らしいよ、これもまた、はい、桜でしょ、で桜もいいけども、これ見てよこれ、出ました、はい、満了だよ、満了、すごい、
はい、え、着生してるんですか。まあ、そこで多分穴がね、木戸みたいになってるところに万葉が生えて、しかも赤身と白身、紅白だよ。これはめでて、すごい、これはめでて、すごい、ね、これ正月動画を撮ってくれと言わんばかりに、これ本田さんが仕込んだんじゃないか。え、ドキドキじゃないな、全然違う。それだけはやっちゃダメですよ。それだけはやっちゃダメですよ、本田さん。もう新年だよ、新年だよ。これが見れるだけで新年だよっつって、はい、もうこれこうやってパワーもらって新年明日を見て、はい、確かに、はい、でお参り行って、でここからお参りに入るわけですね。そうですね、はい、この登っていくみたいなんですけど、佐藤、しっかり食七のことをお願いしときや、渡してくださいよ、託したぞ、渡してください。トイレばっかり行ったかんぞ。この先にはないと思います。さっき言ったんで大丈夫です、はい、じゃあちょっと参拝していきます。お邪魔します。さあ、しっかりとお参りしてまいりました、うん、結構ええとこやね。めちゃくちゃいいとこですよ。大きいし立派で、うん、まあ、ここは木の神様ということで、はい、木を切る、まあ、造林とかされてる方のチェーンソーアートっていうのがね、チェーンソーアート、チェーンソーアート、はい、これまた新たな言葉出てきましたけど、あの木でガーッと切るやつね。そう、はい、それで作ったね、あの干支の竜があるんですよ。竜、なるほど。じゃあ今年の、ね、はい、新年になって今年の干支のやつを掘って、はい、それをこう飾ってると、いいじゃないですか、はいはい、いや楽しみですね、それは。ちょっと離れてますけど、ちょっと行きましょうか。行きますか、はい、じゃあなんかこうのんびり歩くにもいいね、うん、場所ですよね。ちょっと山があって、はい、木々を観察しながら、こんなクスの木も、マジ空気が美味しいですよ、ね、ね、何気ないこのクスの木見てください、この根っこ、サトシすげえ、めちゃくちゃ立派よ、立派、迫力すごいですね。すごいね、これ岩かと思いきや全部木の根みたいな、うん、ね、特に後ろ側すごいよ、これどないなってるのか、これマジでどうなってるんですか、これ、ね、ここが石で、ね、ここも石ですか。はあ、ここは土があっても根っこですよね。骨ですよ、骨、ね、ゴツ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 、すごすごいよ、僕の腕ぐらいあるよ。僕の胴体ぐらいあります。あ、ほんまっすね。いや、ほんま、これすごいっすね。こっちこっち、すごい、このめちゃくちゃでかい木の上の方にもフーランついてるんですね。あ、そうなんですよね、こっちと、ね、向こうの木のところとかね、ちょっと分かりにくいんですけどもね、そういうところ、しっかりと頑張って生きてくれよ。素晴らしい、フーランちゃん、フーランちゃんフーランちゃん付けしてるやん。フーちゃんランちゃん、フーちゃんランちゃん、また違うですね。行きましょう、それ別の範囲で。急げ急げ、いやいや、止めたん誰やねん。いや、でも一つ一つの木があれですね、見どころありますよね。あ、いいですね、龍神。お、これですか。はい、これ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 、立派なアートじゃないですか、はい、これがあるの。あ、奥にね。これじゃない、これじゃないんですね。これじゃないんですね。え、ちょっと見るの楽しみですね。なんかまた境内の中とは違った、うんうん、ね、新鮮な空気が、うん、はい、うわ、雰囲気ある場所ですね、これ。はい、なんか奥まったところにある感じがして、え、めちゃくちゃええやん、ね、いいよいいよ、わ、気持ちええな、いいお正月だよ、いいお正月ですね。はい、お正月から自然に囲まれるなんて最高じゃないですか。食七チャンネルならでは、でしょ。はい、あ、こっちですか。はい、こうやって、あ、見えてきた、見えてきた、見えてきました、見えてきましたよ。お邪魔します。うわー、これ、はい、これこれか、え、すごっ、これなかなかなもんじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、本田さん。はい、これチェーンソーで、チェーンソーして、しかも下に元の杉の木がしっかり残ってて、はい、なんかここをくり抜いてるね。これチェーンソーでできるんですか。しかもすごいリアル、リアル、思った数倍かっこよかったです。いやいや、ほんまこれかっこいいよ、大きいし、あ、これでなんかまあ新年迎えたなという。いやー、もうこれ龍神として祀られてるから、こんなこと言ったら絶対ダメじゃ、はい、ダメなんでしょうけど、はい、欲しいですね。めちゃくちゃ欲しい、かっこよ、確かに、
まあこんな感じでね。そうですね。2024年もゆるーく、はい、やっていければいいのかなと。はい。はい、いうことでね、まあ、はい、本田さんとサトシはね、これから2024年も自生地の旅とか、まあいろんなところに行ってね、調査し続けないといけないんで、そういう健康、安全、はい、いろんな祈願もね、うん、していただいて、さらに竜のように上へ上へと飛躍するように登っていくような、そんな2024年になればいいのかなと思っております。はい、それでいいですか。はい、もう一回参拝してきていいですか。頼んでなかった。お願い。いや、ちょっと足りない気がしてきました、参拝が。じゃあ行ってこい。もう一回参拝するついでに、はい、皆さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。